無料のビットコインでございます。このサイトはね、全くお金を出すことなく、ビットコインを一方的に毎日もらっちゃおうというね。まあ、そんなサイトをスタートして、早6ヶ月というところでございます。6ヶ月で得た報酬はこちら。ビットコインにして、およそ2500円ぐらいですね。いやー、やってても、ほとんど意味がないですね。でもね、これブレイクするポイントがいくつかあるんですよ。例えば、 もうすぐなんですけども0.0003以上になるとちょっとだけ利息が増えるみたいです利息ってのは妙な表現ですけどもここにあるビットコインに対して日々利息がついてるんですよね本当に今の時点ではわずかなんですけどもそれが0.0003まで頑張るとちょっと増え方変わるみたいなんでそこまでとりあえずは見てみようかなと思いますその他ね トップページは無料のビットコインと言いってこういうふうにあるんですけども通常はタイマーがゼロになったらルーレットを回してここに応じたビットコインをもらうだけなんですよはっきり言って大したことないですはっきり言ってねうん例えばここ1万が出たら3万円分もらえるんですよやっとでここ第2等がですね大体3600円ぐらいここだと360円36円3円 ほとんどの場合は、円にもならないような金額です。なのになんでね、ここまで貯まるかっていうと、このスロット以外にもちゃんと得点とかがあるからなんですよ。それを理解すると、まあ毎日ね、こんな1円にも満たないものをコツコツと積み上げてるわけではないってことがわかると思います。じゃあ今日はね、その一つを紹介したいと思います。このタブがいっぱいありますけども、ほとんどの場合が、 自分の手出しのビットコインが必要になりますんで、そうなると意味がないんですよ。徹底的に1円も払わずに、ただビットコインをもらおうっていう企画ですからね。じゃあ、押すタブってのはどこになるかっていうと、ここ1本になります。報酬ってところ。報酬ってところを押すと、今までこの無料のビットコインに参加してから、一定期間で得られたリワードポイントっていうのがあります。リワードポイントは勝手に増えていきますので、 たまにね見て確認するってことになります私の場合はもう何回もねこのリワードポイントを特典に交換してるんでこちらの右上のビットコインも増えてるってことなんですよじゃあこの830リワードポイント特典に交換するとしてどのくらいのものに交換できるのかってことですここにもねリワードポイントをフォイル・オブ・フォーチュンに交換って書いてますけどもここは私押したことありません特に気にせずに下の方に行きますそうするとね リワードポイントに応じた商品一覧が出てきます。一番下、ホイールオブフォーチュンボーナス。クリックすると、このように、828リワードポイント。まあ、ルピーって書いてますけどもね、えー、翻訳の間違いです。828ルピーで、リワードポイントで交換できるってことになりますけども、私の場合はそんなにたくさんリワードポイント持ってないんで、ここはスルーして、下から2番目、楽しいトークンボーナス。こちらの方ね。 ほら、255ルピーで交換できるでしょう。だからこの交換ってのを押するんですよ。そしたら、ボーナスがもらいましたってことになります。同じように、宝くじボーナス。下から5番,5番目の、2番目か、180リワードポイント、ルピーって書いてますけどね。こちらをゲットします。はい。次、無料の BTC ボーナス。下から2番目の78ルピーをもらいます。これももらいました。ということで、ホーム画面に戻ると、3つの、 ボーナスが今アクティブになってますよと24時間アクティブですよってことがわかります、はい、細かい意味はよくわかりませんけどもこれで増える速度が変わるってことですでいつもいつもここを見てもらいたいんですよ毎日16回の無料ホイールオブフォーチュンスピンと25%の金利増加詳細についてはここをクリックってこれ毎回出てますんでここをクリックしてくださいそうすると今回は何もありませんけども ルーレットを回すチャンスがね、たまに出てくるんですよ。そうするとルーレットを回して、回した結果によって、ここのビットコインももらえるってことになります。はい。今回は以上ですね。え、ぜひね、動画概要欄から、あなたも、この無料のビットコインに参加して、コツコツと無料のビットコイン、半年で3000円くらいもらってみてください。きっとね、いろんなものが見えてくると思います。で、実際に私引き出したことはないんですけども、私にこのね、 サイトを紹介してくださった方は、3年間やって40万円引き出したそうなんで、まあ、いけんじゃないのと思ってます。肝心なのは、絶対に自分の手出しをしないことです。あの圧倒的な速度で増やそうと思うと、BTC を増やすとかね、賭けとかね、報酬とかね、こういうところを押してやるようになるんですよ。乱暴勝ち取ろうとかね。 こういうのに自分の手出しのビットコインを出しちゃうから、私みたいに無料一辺倒でやる人に分配が回ってくるということですからね。はい、じゃあ以上です。